はい、皆さんおはようございますあの本日はお忙しいところ、えー、お越しくださり誠にありがとうございます、えー、私北九州市立大学の経済学部に所属しております、えー、牛久と申しますよろしくお願いいたします、えー、本日これからですね北九州市洋上風力キャンプ、えー、かける s d g s 2日目の、えー、洋上風力発電シンポジウムをこれから行いたいと思いますよろしくお願いいたします 本日はですね洋上風力関係の若手の先生の方々に登壇していただき洋上風力関連のです、ね、研究をご発表いただく予定でおります海洋政策あと風工学あと環境経済学あと社会工学 また環境社会学環境心理学それぞれの専門領域の先生方がですね洋上風力に関する研究についてご発表いただくことになりますで今回はですね各先生方には25分発表していただき5分間いければなと思いますのでよろしくお願いいたしますで フロアの方からまたオンラインで参加されている皆様からも忌憚のないご意見をいただければと思いますよろしくお願いいたしますそれでは早速ですけれどもあの今回のシンポジウム2日目のシンポジウムを始めるにあたって北九州市立大学学長である松尾先生からご挨拶いただければと思いますのでよろしくお願いいたします うございます。失礼いたしました。はい、皆様おはようございます <laughs>、えー。今ご紹介いただきました北九州市立大学の松尾でございます、えー。本日は洋上風力発電のシンポジウムの2日目ということで、えー、オンラインを含め、えー、多くの方にご参加いただきありがとうございます。えー、皆さんご存知のように、えー、2020年当時、えー、の首相である菅首相の方から脱三。 社会をですね2050年に目指してカーボンニュートラル宣言がなされました。まあその後多くの取り組みがいろんな形でなされておられまおります。その中にありましてやはりあのカーボンフリーである陽子風力発電のこのエネルギーといいますのはですねその導入のポテンシャルも非常に高く期待されている再生可能エネルギーだと思っております。ここ北九州市におきましてはですね。 洋上風力発電のの関連産業の総合拠点化あるいは人材育成を目指しております本学はその北九州市が設立した大学でございますので市と連携をし持続可能な社会を目指して人材育成それから研究にいそしんでいるところでございます。今回のこの洋上風力キャンプにおきましてはですね 研修を高校生、高専生それから大学向けに行っておりますけれども大学生向けの、えー、研修に関しましては北九州市が主催をいたしまして本学は共済の形をとっておりましてこの8月の最終週から開始することになっております。研修に当たりましてはは、ね、経産省省それから環境省をはじめ、えー この養生風力発電に関わっている事業者研究者の方々にご協力をいただいておるところでございますこのように養生風力発電といいますのは産学官が連携して取り組んでいくものだというふうに考えておりますそのために、まあ、国内外の研究機関あるいは大学のさまざまな研究成果を蓄積しそしてそれを共有するということが必要だと思います 本日はそういった形でこのシンポジウムが進められればというふうに思っております先ほど石田先生からご紹介がありましたように本日は若手の研究者の方5名のご発表がありますこの養生不力発電に関しましてはただ単にエネルギーを生み出すという技術の問題だけではなくて社会実質を目指してその地域の環境にどのような影響を及ぼすのか あるいは地域の住民の方、えー、あるいはそこで仕事に関わっている方々がどういうふうに受け入れられるのかといったそういった課題も非常に重要なものであり、えー、そういった意味では学際的な研究が求められることになると思っております、えー、本日はご研究の知見をご紹介いただけると思って大変楽しみにしております、えー、本日のシンポジウムをきっかけにして 養生風力発電の推進に私たちが何ができるかというふうに思っております本日はどうぞよろしくお願いいたします それではですね、これからプログラムの方を始めていきたいなと思いますけれども、あの私の方から少し簡単に改めて、今回のプログラムの流れ、あと注意事項もお話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。少し画面共有させていただければと思いますので、お時間くださいあのこちら、見えてるでしょうか。 あの手元に皆様の手元にもプログラムの、えー、用紙があるかと思いますけれども、えーまあ、これから9時10分少し早いですけれどもあの早速これから始めさせていただければなと思いますで最初に3つの報告していただいて9時あ失礼しました10時40分頃に休憩を10分ほど入れさせていただければなと思いますその後二2つの報告をしていただいてで11時 ディスカッションができればと思っておりますで本日の午後、えー、1時半に、えー、洋上風力不対式の、えー、洋上風力の視察がある予定になっておりますなので、えー、船の出航の関係もありますのであの、まあ、時間厳守でですね、えーまあ、または少し早めに、えー、終わらせていただければなと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。 先ほども申したとおり、報告時間20、先生方25分で質疑応答5分の流れで進めさせていただきたいと思います。でまたあの、お願いとしては、録音とか撮影、スクリーンショットの撮影は控えていただければと思います。でまた、ご質問される場合は、初めにですねご所属部、お名前を言っていただければと思います。でオンンラインで参加される方も あのご所属とかお名前、えー、入れて書いていただいてその後チャットからですね質問していただければと思いますのでご協力のほどよろしくそれでは早速ですけれどもあの東海大学の脇田先生から「ま、え、ち、ー、づくりに青の視点を海洋空間計画の活用可能性について」というタイトルでご報告していただきたいと思います。 それでは脇田先生ご準備ができましたらよろしくお願いいたします。はい、藤井先生ご紹介ありがとうございます。えっとこの度は、えー、大変。えー 興味深いこの昨日からの連続したシンポジウム、そして今日の,あの発表の機会を与えていただきました。ありがとうございます。えー、東海大学海洋学部の脇田と申します。えー、牛久先生をはじめ北九州市の関係の皆様にお礼申し上げます。それでは画面を共有させていただいて始めたいと思います。えっ、ー、とですね、画面共有で、えー、知らせ。 こ、はいはいえー、のようにその青、まあ、海の視点を入れていくのかということで、えー、洋上風力が鍵となるであろう海洋空間計画の活用可能性についてお話をさせていただきたいと思います。えー、まずですね、えー、ちょっと自己紹介から始めたと思いますが、あら動いてます。 こっちは動いて大丈夫ですね。はい。えっと、まあ私あの海洋政策を専門にしているんですけれども、えー、その中でもですね、えっと、まあ海それから陸とのつながりを考えたま沿岸域の管理ということをま長年えっとテーマにしていました。で、まあ、大きな、えー、そのあ、ごめんなさい戻っちゃいましたね。えー、大きなそのまあ、研究の興味 と言いまますのののはここちらの上に書きましたこの海の恵みを将来にわたってその私たちが受け続けるためには、まあ、どのような社会システムがあるか疑問にあります。でそのためにあの長らくですね、まあ、政策とか制度、仕組みといったようなものを通じて、まあ、国や自治体をえ対象に研究してきたんですけれどもそれだけでは動かない。 ものがあるし逆に、えー、制度や仕組みがなくても動く地域があるということに気づきましてもうちょっと、えー、市民の、まあ、皆さんそれから、まあ、海ということではどうしても漁業者の方々外せませんので、えー、漁業者の方々についても、まあ、国内外を対象にいろいろな調査をさせていただいております。 まあ特にあのえっと私、東南アジア、東アジアにえっとまあネットワークが強いというのがまあ特徴の一つかなと思います。これはインドネシアでえ養殖業者さんたちにあの地元のえ水産の方と一緒にインタビューをしていたときの写真です。さて、突然ですが、ここであるアンケートの調査結果をお見せしたいと思います。これは日本財団が 海と日本人に関する意識調査ということで、今年、えー、約、えー、1万人に行ったアンケートです。でこの結果から、ですね、えー、海に1日も行かないと、えー、去年1年の間に全く行かなかったという人が全体の45%を占めているということが分かりました、えー。皆様はいかがだったでしょうか、ご自身は。でまあ、これを、えー まあ、一つちょっと問題意識として持っていまして、でもう一つですね、えー、もうちょっと、えー、こちらの北九州に近い、えー、身近な海ということで、瀬戸内海について、ちょっと私が、えー、行った調査結果を発表したいと思います、えー。皆さん、瀬戸内海と聞いて連想するものは何でしょうか、えー、それぞれ、人それぞれだと思うんですけれども、えー、私たちの研究チームでは、 えまあ兵庫県と香川県の在住者880名に対してウェブアンケート調査を行ってみました。でまあ自,由にえー、自由に書いてくださいということでそれをテキスト分析してみたところこちらのような結果が出たということです。でえー、と上位50号ですね、まあ、どの単語とどの語とどの語がこう一緒にえ共にえこう書かれているか。 というのをえー、まあ、分析したところですね。大きく9つのまあ、色分けされたグループになりました。で、まあこのようにですね。あの風光明媚であるとか、美味しい魚、まあ豊かな自然などですね。まあ、観光地としての魅力といった。おそらく皆様の多くがまあ、イメージするようなことが、まあ、この結果でも見て取れるのかなと思います。 でまあ、こういったその個人の、まあ、海に対するイメージが、えーまあ、どれぐらいあるのか、そしてそれがまあ地域によってどう違うのかというのは、その昨日からずっとお話に出ています、その将来の、えー、海を含めた、洋、ま、上、あ、風力を含めた町づくり、地域をどうしていきたいのかということに大きく関わってくると考えています。でえー、海の恵みといったときにですね、 皆さ私は食いしん坊なのでまっ、あ、すぐおいしい魚介類を思い出すんですけれども人によっては美しい真珠に代表されるような装飾とかあるいはこちらの北九州ではもしかすると洋上風力海からの風というものを思い浮かべるかもしれません。その、まあ、どういいった思い を持つとどういった行動に、まあ、人々の行動が変化するのかということを、えー、研究した、えー、調査結果が、えー、私はその部分がとても興味があります。で、一方ですね、あの海の恵みをお金に経済価値に換算しようという、えー、評価も、えー、世界中でなされています。で、えー、2000年前後にですね、国連で生態系サービスを評価しようという取り組みがありました。 でこの世界の生態系サービスは1、ねまあ、つの研究によりますと、ここの左下に書いてあります通おり、125兆 US ドルにも匹敵すると、まあ、これは陸も含めてですけれども、自然から私たちがどのような恩恵を受けているか、お金に換算すると、これぐらいの価値があるというものです。 でこの生態系サービスというこ葉は耳慣れないかもしれないんですが、えー、とこの国連の評価では大きく4つのサービスに分けていましてお魚など、まあ、私たちに海から供給してもらっているサービスそれから例えば海で言いますと、えー、大きな波を減衰するような例えば砂浜とかマングローブのようなそういった調整してくれる作用サービス。 それからシュノーケルとかダイビングとかマリンレジャーに代表されるような文化的なサービスそしてこの3つのサービスを支える基盤となるような例えば基礎生産プランクトンが生まれてそこから生態系が育まれるといったようなそれから大気海洋循環といったようなサービスですねでこれらはまあその経済価値でいうとこれぐらいのお金になるということが言われるんですけれどもじゃあその 私たち別に毎日日々これはいくらかというふうに海からの恵みを計算して生きているわけではありませんのでもうちょっとその日常の私たちの感覚に、えー、っていうのはちょっとどうなってるのかなということを調べてみましたでその結果がですねこれはまた別の日本に在住する5つの都府県ですね東京大阪静岡石川長野の方々にウェブアンケート調査をしてみました でえー、一般の人々は海,を海の価値をどういうふうに認識しているのかというと,、えーとまあ、このアンケートではですけれども、えー、先ほどご紹介した4分類ではなくてですねざっくり分けますと生活に必要な海の恵みとそれから、えー、あまり直接的には自分に関係のない間接的な海の恵み。 それから先ほど言ったようなあの、まあ、マリンレジャーに代表されるような景観も含めた文化的な海の恵みこの3つに大きく分類して認識しているという調査結果が出ましたでこ,れがです、ね、こ,のこれらをありがたいと思う気持ちが、まあ、どれぐらい海洋環境本全に対する貢献欲にこうつながるのか。 ということを、えー、まあ、分析したところですね最も大きく影響するのがこの一番下の文化的な海の恵みこれを、えー、とても大切だと思う気持ちが強まれば強まるほどまあ、海洋環境保全に対する貢献意欲も高まるというような結果が出ていますで、この結果はですね、当然地域によって異なります 後でご紹介します沖縄県の滝留町では全く異なる結果が出ました。ということで、やはりきのからお話しあります地域性というのがどうしても出てくるしそれを反映したそのまちづくりというのがとても重要になってくると思います。ですから先ほどは兵庫県と香川県と川の人に 聞いた結果がこのようなまあ、瀬戸内海のイメージでしたけれども、おそらくまあ響きなどにも面する北九州市の人々が海と聞いて連想するものは異なりますし、えー、恵みに対する価値観、そしてまた望ましい海はどういったものなのかといった将来像も当然ながら異なってくると思います。ではですね、まあ、ここまではその人、えー、私たち、えー に対してその海がどういうい意識海に対してどういう意識を持っているのかというお話をしてきたんですけれどもじゃあそのまちづくりで考えてみたときに海の扱いというのは一体どうなっていますでしょうかで、えっと、こちらはえっと北九州市さんが作られています「元気発信北九州プラン」という、まあ、北九州市の基本構,構想基本計画から一部、えー、まあ若松区の例を抜粋してえ持ってきたものです。 でこちらに書いてあることですね、えー、細かい内容ではなくて皆さんに見ていただきたいのはです、ね、この地図ですここに載っている地図、まあ、よく見慣れた地図だと思うんですがこれがですねまちづくりで通常扱われる空間ですで皆さんお気づきかと思いますけれども実際にはですねまち、えー、づくりを考える時に海域も私たち使って で、えー、この洋上風力発電が進んでいく、えー、響灘のグリーンポート響きもそうですけれども、えー、海にはさまざまな利用が、えー、なされていてこれはあの海知るという、えー、ウェブサイト上で誰でも使えるマップですけれどもこれを用いて例えば、まあ、漁業は、えー、地先の漁業といいますけれども、まあ、共同漁業権がついているような近くの海で一体どういう漁業こどこを使っているのか。 また、えー、漁港はどこにあるのかそして、えー、北九州港湾、えー、こ区域ですねこういった、えー、港湾区域が、えー、どこにあるのかといったようなことを見てみますと、えー、やはり今はその基本計画の中に、まあ、当然ですけれども陸域しか含めないのが通常の計画の立て方ですが、えー、洋上風力を 含めたまちづくりといったことを考えていく際には海域ももっと、えー、意識の中に取り込んでそしてまちづくりの計画の中にも、えー、取り入れていく必要があると考えていますではですねその海域に意識をしたまちづくりが、えー、他の地域でどんな例があるのかというのを少しお話ししたいと思います。 えっと今日は2つ事例をお話しますがどちらも私が仕事で、えっと、関わらせていただいたものになっていますえまず1つ目はですね三重県の志摩市です、えーまあ、このようにですねあご湾の真珠養殖が、えー、有名ですけれども、えー、とても、えー、美しい風光明媚なやはりこちらも、えー、多島海です志摩、えー、市ではですね稼げる学べるあ遊べる新しい里海の町志摩 というまあものをスローガンに立てて島市里海創生基本計画というものを立てていました。これは今あの SDGs の未来戦略に引き継がれています。でこちらのまあ何が新しかったかといいますと市の人がですね、さまざまに検討した結果この 計画の対象区域として、明確に共同漁業権区域をこの計画の中に組み込んだという点が新しいと言えます。で私の知っている限り、明確に自治体の計画の中に、このように空間として海域をきっちり書いたというのは、これが初めてではないかと思います。 でこれはですねいろいろと市の中でも議論されて、えーまあ、市民が使っている海ということで志摩、まあ、市の漁業者さんが日常的にこの共同漁業権区域では操業しているとで、まあ、目も行き届くし計画の区域としてはやはり保全したり利用したりするという、まあ、区域としてここまでは市としても書けるのではないかということでこれを空間の範囲に入れた例です。 そして、もう一つがですね。最初にお出しした、このまあ美しい海の写真。この現場であります、沖縄県の竹富町です。竹富町は、皆さんあ、すみません、これはですね、ちょっと、あの、実際に、あの、今日、お配りした資料にはないものなんですけれども、ちょっと変えてしまいました。失礼しました。こちらはですね、えー、と竹富町は、この地図にあります通り。 複数の有人島と、まあ、それから複数の無人島、えー、その離島によって構成されている島し、まあ、自治体ですでそのため当然あの、まあ、こちら北九州にも島がありますけれども当然日常的にです、ね、この間を船で移動しなければ日常生活がまあ成り立たないそして物資もやってこないという状況ですですのでこの間の,この海域もですねまち、えー、づくりに含める必要がある でその海域を地方交付税の3点根拠に含めるべきだという動きを長年されています。でそういったことをこのサン省礁や島々の自然環境保全のための自主財源として創出していきたいという動きをなさっているのが竹富町です。でじゃあです、ね、この北九州市にとって 洋上風力が今どんどんとこのカーボンニュートラルを目指して進んでいるでそ,のその北九州府市にとって、えー、それではその海域を含めた街づくり、えー、海洋空間計画の活用可能性というのはどうなんだろうかということで皆さんにちょっとまあ提言をしたいと思います。 で当然ですけれども、あのき昨日のもうのご発表でありました通りですね、えー、海、漁業、まちづくりに洋上風力発電が大きく影響していく、えー、そのまあ未来を描いての北九州市の先ほどの、えー、基本構想になっています。でこれまでその海での活動といいますと、まあ、19世紀頃まではです、ね、基本的にはもう漁業と海運のまあ2大、まあ、巨頭といってもいい、このまあ2大産業。 がほとんどだったわけですでそこに20世紀に入ってです、ね、それ以外のさまざまな活動がどんどんと展開してきましてそこに今まさに洋上風力発電が港湾区域から始まりそれが一般海域に広がりそしてまあゆくゆくは EEZ の中にも排他的経済水域の中にもまあ入っていくのではないかという動きになっています。 でまさにです、ねそのえー、この地元で行われている、えー、検討、えー、協議、話し合いというのは、この先行利用者と新規利用者の、えー、間で、そしてまあその皆さんが一緒になって、じゃあ、どうやって海を利用したり、保全したりしていくのかという話し合いをま,あまさに行っているというのが、この北九州市の現状だと思います。 そこでですねじゃあ実際に今皆さんが既にもうやられてきているそのいろいろなステークホルダー新規利用者と先行利用者が一緒になって話し合いをして海域をどういうふうに利用保全していくのかその将来像を描こうというその計画づくりがですねまさに実は世界的には海洋空間計画マリンスペーシャルプランニング またはマリタイム・スペーシャル・プランニングと呼ばれるものです。でこれはですね、えー、と日本ではあまり、えー、まだ馴染みがない言葉かもしれませんけれども世界では、えーまあ、とてもメジャーな言葉で今まさに全世界がこの計画をどんどん作っていこうという動きになっています。じゃあこの海洋空間計画というのは、えーまあ、どういうものなのか。 というこれはイメージ図で,です、ね、ここに海岸線があったとして左側が陸域右側が海域そういった場合に陸域というのは当然ですけれども皆さん自分の家がありそして土地がありそしてここは誰の土地。 あるいはここは県道国道市道というように全て全く隙間なく用途地域が決まっていて誰が持っていて誰が管理するのかという責任者がまあ明確なのがこちらの左側の陸域です。しかし海域の場合はですね昨日来から一般海域という言葉が言われているんですけれどもこの一般海域と呼ばれるところは実はそれが あまり明確にななっていいいというのののが日本の海の現状です例えばですねこの北九州市さんを例にとりますと北九州港というのがありますそしてそこには港湾区域という、まあ、これすごくポンチェなのであのイメージ図に真っ四角で書いていますけれども実際にはギザギザとした港湾区域というのが、まあ、海の中にも線が引かれています。そそしてその中で じゃあそこの空間をどのように使うのかということでここにじゃあ陽風力をどこに立てるのかという話で進んできているのがこのグリーンポート響きの洋上風力のお話です。じゃですねそれ以外の海域例えば北九州下には岩屋漁港もあります。ここにはここでまた別の漁港区域という枠がかかっていましてここはえまた別のえ管理えまあルールにのっとって 漁港として円滑に運営されるような法律が適用されてそして責任者がいますでここでですね責任者と言ってるのは管理者と呼ばれるものですけれども北九州市さんの強み私が強みだと思っているところは北九州市さんの場合は北九州港港湾ですねものづくりそれから物流人流を担う港湾と 漁港、えー、水産業を担うこの漁港区域両方とも管理者が市なんです。これは非常に珍しいと言わせていただきます。一般的にはですね多くの漁港が市町村管理ですがほとんどの港湾港は都道府県が管理しています。でですので 北九州市さんはですねこの海域を一体的に管理するまあ一般海域も含めてですねこれ以外の海域をまあ一般海域と呼びますけれどもこういった区域が決められていない一般海域を含めてみんなで話し合いをしようといったときに市の中で完結できる部分が非常に多いということです。でですのでえこのこ 一般海域を含めての海洋空間計画、つまり港湾区域だけでもなく、漁港区域だけでもなく、全体的に考えた北九州市全面の海域をどう利用、保全していくのか、これを考えていくときに北九州市さんは非常に強い立ち位置にあると考えています。でこの右側に書きましした通りですね地方公共団体がリードして海域を まあその戦略的に保全、利用していくそのためには人間活動の空間的また時間的な配分が不可欠です。で、そういったものをみんなで話し合って進めていこうというのが海洋空間計画です。でこれはですね私があの 一人が言っていることではなくですねあの今日、えー、対面でご参加の皆様にはあのお手元に、えー、配布してありますこの日本海洋政策学会と日本沿岸域学会が合同で、えー、アピールというのを出していますでこれは海洋沿岸域の総合的管理の実現に向けたアピールということで昨年の12月に、えー 私が共同委員長の一人として参加をして取りまとめをさせていただいたものです。ご興味がある方は、えっ、ー、と冊子を対面ではお配りしていますけれども、インターネットからも両方の学会からダウンロードしていただけますので、ぜひご覧いただければと思います。で、このようにですね、海洋空間計画というのはまさに、えー、いろいろな利害関係者が集まって で将来の海を話し合うかということですのでこれ実際にはもう北九州市産ではもう始まってやられてきているという認識でおりますじゃあ世界的には今どうなっているかということをちょっとお話ししますけれども世界ではですね特にまあヨーロッパがリードしてこの動きを進めてきていますでヨーロッパでは EU 指令というものを出しまして この海洋空間計画を2021年の3月までに策定しましょうということで全体で取り組みが進められてきています昨年の段階でですねすでに約 22%EZ が海洋空間計画でカバーされているというデータがありますで現在は2030年に向けて30%全世界の EZ の30%を海洋空間計画できちんと プランニングして利用や保全を適切に行っていきましょうということになっていますじゃあですね近隣国周辺国、えー、まあ、私アジアがネットワーク上強いので、えー、アジアのお話をしたいと思いますでこれはですね昨年の11月に、えー オンラインで開催されました東アジアまあ IOCWESTPAC という西太平洋地域を対象とするユネスコの海政府間海洋学委員会が主催をした国際ワークショップだったんですけれどもこちらでインドネシアの方が発表されたスライドをお借りしてきました。でこのようにですね、えー まあインドネシアでも海洋空間計画は国レベルと州レベルに 2, 2つありましてそして国は12回り、まあ、領海委員を州はその領海以内を担当しましょうということでもう州の海洋空間計画の策定が義務となっていますで昨年11月現在ですでに34のうち27の沿岸州で策定済みということですね それから中国はですねもうちょっと細かく分かれていまして国、市町市町村の3層構造になっています。でこちらはですね国レベルの中国では海洋機能区画と呼んでいます。でこれはですね何も今始まったものではなくてもう10年前にですねすでにこの2012年にはもうこの図を策定して海域を、まあ、このように分割して 実際には市町村レベルではもう300以上の,、えー、この海洋機能区画、まあ、どこをどういうふうに使ったり守ったりしていくのかということを立てています。そして、えー、韓国の例ですね、お隣。えー、韓国の場合は、えー、もう法律ができていまして、えー、この2018年に海洋空間計画に関する法律が発行しています。 そしてその法律に基づいて国、日本の水産、日本の省にあたりますけれども、海洋水産部が基本計画を策定して、どんどんと作っている状況です。これはですね、プサンの海洋空間計画の例をちょっと皆さんにお示ししているんですけれども、プサンではこのようにですね、この 青い線が両海ですので大体両海ぐらいまで、まあ、前後ですねをこのようにマッピングして、えー、ここは今こういうふうに使われているとそして、えーまあ、将来どうしようかっていう話を進めていますでここでですね皆さんに、えー、とぜひ注目していただきたいのは白いところもたくさんあるということです。陸域域ででははべったりりと色を隙間なく塗りますが、えー、海域ではこの ノンデジネイティドゾーンズと書いてありますけれども、何にも特に指定されていないという、まあ、いわゆるしらちのようなところが、えー、当然あるということですね、ですからそこはまた、えー、数年後に、えー、改定をして、えーまあ、考えていく、また、えー、利用、保全の状況を反映して、この図をみんなで、えー、また考えていくということになります。 で日本ではあの皆さんご存知の通りかと思いますけれども、海洋基本法ができて、海洋基本計画が5年ごとに策定されてきています。そして来年ですね、計画が改定される予定です。で現在では、まあ、検討を進めるといった程度しか海洋空間計画は扱われていませんけれども、やはりもっと積極的な位置づけ、推進が必要ではないかと思います。 で繰り返しになりますけれども、もう日本でもです、ね、これまでに、えー、北九州市さんのような、えー、取り組みもありますし、再エネ海域療法で促進区域ができて、協議会が立ち上がって、話し合いは進んでいます、海洋保護区もあるし、えー、エブサもありますということで、すでにやっているんですけれども、それらをもっとあの総合的、包括的に、えー、考えてみようというのが、まあ、国全体の海洋空間計画かと思います。 ですので、まあ、この提言にもありますとおり、やはり国レベルのものと、地方公共団体レベルの2つが必要だと考えております。というわけで、ですね、まあ、この海洋空間計画というのは、こういうプロセスだというふうに言われています。何も図面ができることが海洋空間計画ではありません。パブリックプロセスです でまさにそれは今、えー、洋上風力をめぐって皆さんがやっている協議のプロセスそのものですので、えーまあ、ぜひです、ね、北九州市さんも、えー、基本計画に海域を含める可能性を検討していただければなというのが、えー、私の個人的なこれは、えー、願望です。ですので、えー、もうすでにやっていますので海洋基本計画やってるんだとでそして、まあ、将来的には一般海域を含めた、えー、海域 の戦略的を戦略的に生かしたまちづくりを進めてまあそして日本のトップランナーにさらになっていただければと思います以上ですありがとうございました和木田先生どうもありがとうございましたあのよろしければまだ時間もありますので、えー、質疑応答の時間させていただければなと思うんですけどもまずはフロアからいかがでしょうかもし何か基本的なところでも結構ですし あの素朴な、はい、ご質問でもいいかなと思うんですけどもいかがでしょうじゃあよろしくお願いします、えー、マイクとあ今こ少しお待ちください 東京大学の荒川です、基本、体系的な海洋利用のお話、ありがとうございました。今、最後にお話しいただいたように、海洋基本計画で、空間利用ということが話題になっておりますが、洋上風力の視点から見ますと、まだ再エネ海域利用法というのが、領海に限られていまして、排他的経済水域、e z までは広がっていないと。 それに対して欧州の方に関しては北海全体をも対象にしてあれはどちらになるのかなと思うんですけれども当然あの排他的経済水域を含めた形で対応していると思うんですが何が日本で排他的経済水域まで広がらない 理由なのかあの産業界からは多分いろいろな強い要望も出てるし排他的経済水域は日本の場合は,はるかに大きいと思うんですがその辺の背景をわかりやすくご説明いただければありがたいなと思ったということですまた多分北九州市においてもそこがどのようにこう広がっていくのかということがわかれば教えていただきたいと思います。はい、えー ごご質問ありがとうございますそしてとても難題ですねあの <laughs> 分かりやすくお話あのお答えするのはちょっと難しいかもしれませんがえっとまあ、排他的経済水域に広がっていかない理由、えー、あの、まあ、洋上風力の観点からはおそらくその技術とかそのまあ自然条件解消、気象いろいろあると思うんですけれどもこの海洋空間計画そのものがその EZ までまあで エリアを拡大していかないというかですねその理由はですねえっとまあおそらく個人的な推測も含めてですけれどもやはりその日本はお隣の国々とどうしても境界確定の問題とかもありましてそのあたりを国の方々は懸念されているのかな。 というのが一番大きな印象ですであの個人的には、えー、今お見せしたように中国でも国としての計画を書かれていますし韓国でもやはりもうあの教会に近いところもですね作ってるんですね計画を。ですので日本もあの同じようにやはり自分それぞれが主張する部分でそれぞれが作ってそしてそれぞれが主張するものを出したところで 初めて議論が始まるので、えー、特にです、ね、あのヨーロッパでは先生もお詳しいと思うんですけれども EEZ、えー、当然ですけれども隣接してますよねでお互いに作ってそしてその境界まさに境界部分をどういうふうにすり合わせるのかっていう議論がこれからは重要だというふうに言われていますですので、まあ、日本もその境界部分の議論に入るためにはまず計画がないと 議論になりませんので、まあ、そこを、国としては、いろいろ難しい意味もあると思うんですけれども。何とかお勧めいただければなと思っています。はい、以上です。はい、どうもありがとうございました。あの、時間になりましたので、これで脇田先生のご発表、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。